さあ、皆さんこんばんは、時刻はですね日曜日の19時を回りました、主声クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。この番組はですね毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来をですね、お聞きしてリスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC はですね株式会社一歩前人材育成の伊達ちゃんです。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、この番組はですね各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM もぜひお聞きください。なお ご協賛もまだねお受けしておりますので、あと3社ぐらいかな、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、この番組はギノワンヒルズ通り、沖縄のギノワンヒルズ通り FM ギノワンより19時30分まで放送いたします。皆さん最後までお付き合いください。さあ、そしてですね、YouTube チャンネル、ホームページ、ついにですね、私、伊達ちゃんの、一歩ラジオの YouTube チャンネルも開設いたしましたので、ぜひそちらの方からもですね、ご覧いただければありがたいなと思います。見逃した方ですね。さあ、そして、サイマル放送も、そちらの方でもお聞きすることができると思いますので、ぜひ全国でこのラジオを楽しむことができますから、皆さんのご視聴しやすい環境を合わせて番組にご参加してください。さて、お待たせいたしました、今日のゲストはですねフルオーダー下着専門店コンテンティで合ってますよね、長浜さん。合ってます、はい、はい、コンテンティの代表の長浜千夏さんです。ようこそお越しいただきました、ありがとうございます。どうぞ、長浜千夏です、よろしくお願いします。はい、さあですね、さあ YouTube でご覧いただいている方ね、見てください。後ろにこうなんかドキッとするね。男性はドキッとするこう、下着がこうあるんですけど、これは長浜さんのご自宅を映しているわけではございません。長浜さんのね、お仕事の話なんですけど、ちょっと軽くだけね、ご紹介させていただきたいと思うんですけど、まず、私から、フルオーダー下着専門店コンテンティの代表でいらっしゃる長浜千夏さんと、今日のゲストはそのフルオーダー下着専門店なんですけどもの千夏さんなんですけどね、ありがとうございます。もうね僕からするとこのズーム打ち合わせの時にいやいや千夏さんなんか大丈夫ですか、部屋の下着出しちゃったら見えちゃってますよみたいな、あ、そっかそっか、この人本業これだわ、とか思いながらですね、話だったんですけど。さあ、今日は千夏さんの、お話をお聞きさせていただきたいと思うんですけど、今日ご紹介はですね、主催クラブと一緒させていただいている、ユーアンの棚原秀樹さんからのご紹介をいただきました。さあ、千夏さんなんですけども、千夏さんね、沖縄で生まれ育たれた、ちょっと生い立ちからお聞きしたいなと思うんですけど、はい、ね、生まれ育ちも沖縄でいらっしゃる。あ、そうですね。はい。学生の間までは沖縄に生活していて。はいはい。で、最初の就職で、まあ、すぐに出向で、東京の、はい、IT の会社に行かれたと。はい。なるほど。その IT の会社も結構有名な会社でしょ？あ、そうですね。結構、はい。もう結構というか大手ですね。大手の、はい、ところに。みんな知ってそうな。はい、知ってます。知ってますよね。なるほど。はい、という会社さんね、なんか、はい、そうです。はい、会社さんに入られて。で、そして、新人からも入られて、IT 系の仕事にね、実際入られてだと思うんですけども、1年目が結構なんか壮絶だったって話をお聞きしたんですけど、うん、はい、どんな会社で、どんなお仕事だったんですか、まずはその会社さん。ですね、大手の証券会社の、顧客システムを作るという、まあ、プログラマーですね、の仕事をしていて、それで入社1年目で、その大手のこの、顧客管理システムを作るっていうことで、もう本当に朝早く行って、終電ギリギリに間に合うかっていうような働き方をしていました。うん、なるほど。それが何年ぐらい前ですか？ですね、もう27年ぐらい前、26年とか7年ぐらい前になると思います。そっか。じゃあ、その時に新卒で入られたっていうことですね。はい、で、そのシステムを、証券会社とか、銀行さんであったりとかのシステムを開発してるっていう会社に入られて、はい、で、結構、今で言うとね、ブラックっていうのが。そうです。もう今ではないでしょうね、働き、そう、残業の、はい、時代ではないので。大体、僕よりもね、3つぐらい多分、
下だと思うので、ご年齢に関しては。だと思うんですけど、まあね、僕も始発から終電超えるぐらいまでお仕事してたので、まあ当時ね、ギリギリの感じでしたもんね。はい、ある大手の広告代理店さんのね、いろいろその自殺されることが実際あってから、いろいろここが改善されるようになりましたけど、ね、結構そのバタバタ働いてらっしゃったと思うんですけど、そのあれですか、1年目で働いてらっしゃった時の、その始発から終電まで働いてたのが結構壮絶だったっていうわけではないですよね。それはないです、ないです。はい。なんかそう、朝起きて、はい、今から出勤するぞっていう時に、そう、時間を見るためにテレビをつけていて、そしたらそのテレビに、なんとか証券倒産って出て、え、私今この会社、ここのシステム作りに今から出勤するのに、どういうことだろうと思って、もうすごいなんか動揺しながら、まあ、出社して、まあ、そしたらもう本当にフロアに200人以上いたと思うんですけれども、そのうちのその証券のメンバーたちが、もう段ボールに箱に荷物を詰めて、昨日もう本当に終電間際まで皆さんお仕事していたのに、もう今日解体みたいな、もう今日からこのプロジェクトはもう終わりですみたいな、って、もう本当にあの時代にその証券会社ってすごい大手で、もう誰がも知っているような会社だったんですけれども、もう昨日まで走ってた仕事がもう今日朝起きたらなくなっている。で、実際にこの会社の働いている方たちもみんなそれを知らずに朝来たら自分の会社が倒産しているっていう。もう本当に新人初めての仕事で、それを目の当たりにして、あ、今日ある、ね、生活が明日にもう続いてるとは限らないんだなっていう、すごい衝撃。私の中ではすごい、なんだろう、もう動揺を超えて、もう、なんでしょうね。なんかこれからの時代はどうなっていくんだろうっていうのを、この26、7年前に、すごく感じました。なるほど。その、はい、あれですか、その証券会社のお名前って別にお出ししてもいい感じですか。まあいいです。まあもうそうですね。今、ないです。ないというか、まあそうですね。当時は大手の。はい。はい。どちらでしたっけ。山一証券さんでした。そうですね。はい。山一、前職のお名前も出してもいいですか。あ、やめときますか。大丈夫だと思います。大丈夫ですね。いや、大丈夫だと思います。はい。で、まあ、IBM さんですよね。あ、そうですね。はい。ね、IBM のプロジェクトで、はい。はい。東京の方で、その顧客管理システムを作っていったっていう。だってですね、まあ、IBM に入るっていう時点で超大手ですから。あ、すごいいい経験ではありましたね、ものすごく。ね、だから、すごい、やっぱり、あれじゃないですか、お子さん、子供の頃から勉強されて、すごい頑張られてた千奈さんなんじゃないですか、そうやって考えると。いや、そうでもないです。自由です。そうでもない。自由に、はい、伸び伸びと、あんまり勉強しろとも言われなかったし。なるほど、なるほど。まあ、それで、ね、IBM に実際大手に入られて、はい、山一証券のそのシステムとかね、他の銀行さんのシステムだとかっていうのを実際作って、やっていこうっていうような中で、はい、で、もう朝から晩まで働いて、ね、なんか多分、死に物狂いでっていうことだと思うんですよ、正直言うと。で、みんなで頑張っていこうみたいなね。っていうような形で実際やられた中で、うちも実際ね、グッドイルって会社が廃業したので、その時も、倒産、まあ同じですよ。うちは業務停止命令だったので、会社に実際行った時に、結構僕上層部だったので、ある程度は僕は聞いてましたけど、はい、けどやっぱりうちのそのスタッフさんっていうのはやっぱそうでしたもんね。うわ、マジかみたいな。で、テレビの取材が実際来たりとか。はい。あれですか、千奈さんもあった感じですか、テレビで取材されてるとか。あ、いやいや、もう私たちはそれはなく、もう本当に、うん、はい。もう、なんだろう、システムを作っているっていうのは、一部の、ちょっと場所が、その、なんだろう、山地証券さんの会社の中ではないところで、うんうんうん、またシステムを作っているので、まあ、そういう、うん、はい、ところには特に取材とかはなかったですか。ああ、そうですよね。山内証券にお勤めじゃなかったですもんね。ごめんなさい、ごめんなさい。勝手に今、山内証券でお勤めみたいな感じの気持ちになってました。なるほど。で、それですよ。じゃあ、そのいろいろ、リストラも結構あったんじゃないですか、山内証券で。どうですかね。その後の、うん、まあ、銀行さんとかでは、やっぱりシステムが出来上がると、うん、まあ、それなりの人員削減とかはあって、ありましたね。それをなんか私たち、なんだろう、システムを作る側としては、まあ、世の中にすごく、これ、もうちょうど、なんだろう、
MS-DOS から Windows に切り替わって、まあ、うん。うん。一般の方たちにもすごく使いやすいこのパソコンの時代がちうん。ょっと来ていて、で、それで、まあ、人の作業がコンピューターに変わるっていう時代だったので、で、それで、この山、あ、この銀行さんも、まあ、だいぶシステム化されるようになって、それで人がだいぶそこで削減されたっていうのはありましたね。うんうん、ああ、そうですね。これは僕の、ごめんなさい。僕の聞き方が悪かったですね。そうですね。その山一証券さんの実際ことがあって、で、実際システムを実際作っていて、で、なんで一生懸命こうプロジェクトとしてやっていたと。やっていたんだけど、いきなりこう倒産になって、で、実際その、ね、今、普通にこう、みんなで頑張ろうっていうふうにやってる仕事っていうのが、明日にはこう、実際ね、突然なくなっちゃうと。ないですね。っていうふうなことが実際あって。で、合わせて今のリストラの話に関してっていうのはあれですよね。システムを実際作って一生懸命こうやってやってると。で、いいものを実際ね、快適に、便利に、実際するためにシステムをこうやって作ってるよっていうところだったんだけど、けど、出来上がったらいざ、人が不要になっていくので、そうですね。リストラだとかっていうようなことに実際になってっていうふうなことが結構いろいろお気持ちで思われたことっていうのがあった感じなんです。そうですね。もう本当にその時代を、にいたので、すごいその、なんだろう、時代の変化とともに、便利な世の中になるけれども、その、まあ、裏側というか、その隣り合わせには今までしてきたものがいらなくなっていく時代っていう、これ、今の時代も同じようなことが起きてはいると思うんですけれども、それをまあ二十何年か前に、私はすごく感じさせられたというか、なるほど。じゃあ、あれですよね。それこそ今よくね、AI が実際すごいじゃないですか。もうロボットであったりとか、だって日本はめっちゃ遅れて、今12位ぐらいなんですね。AI の、革新技術というか、進行度合いっていうのが12位ぐらい、世界で12位ぐらいみたいなんですけど、でも世界各国では普通にね、対話したりあったりとか、実際動いてあったりとか、人型の実際ロボットっていうふうに言われてるのがどんどん進んでいる。じゃあそれを日本人じゃなかったらごめんなさい。人間が AI に仕事を奪われていくんじゃないかっていうふうにことを言われてるのがね、ここ数年取り沙汰されてますけど、それよりももっと逆に20何年も前に AI ではないけど、ね、技術とかコンピューターっていうのが人の仕事を奪っていくんじゃないかっていうことを気づいたってことですね。そうですね。本当に時代が変わっていく流れで、今、普通に生活していることが変わっていく、便利になっていくこと。まあ、すごく、一方では便利になるけれども、一方では、もう、変わっていかないといけないっていうものの中で、どう変化に対応していくか、どう自分がその中で、これから先を、生きていくかっていうのがすごい大事だなっていうのは感じました。でも、やっぱなんかそんなことをだって26、7年前って、まだっだて千奈20歳さんとか。20歳ぐらい。そうです。そこでそすよこ。ね。そんなこと僕考えたことなかったですけどね。逆に二十歳ぐらいの時っいて。や、考えない。なんか普通はね、なんかまあね、そんなことを考えるような環境にはないと思ってましたけれども、もう実際にはそうですね、まあすごく、複雑でしたね、あの時は、あの頃は。そうですよね。いやいやいや。それで、まあそんなことを実際こうやって思われて、で、壮絶な一年目と、っていうことだったんですけど、その時に、さっき言われた、まあ、今、ターニングポイントね、このラジオに関しては、リスナーの方が、まあ、の一歩にね、こう、つながるようなところであったと思うんですけど、まあ、先ほどちょっと言いましたけど、今あるものが明日ない。っていうことっていうのが、やっぱすごい、こう、刺さったというか、すごい痛感された感じなんですかね、体感として。で、いうことで、どんなことを思われたんですか？今あることが明日、今あってるものっていうことが明日はなくなるっていうことによって、どんなふうに思われた感じなんですかね？その時、当時ですか？そうです、そうです。ああ、そうですね。まあ、普通に暮らして、すごい何不自由ない日本で暮らしていて、でも、それでも、生活が保障されている、この安全な日本で、なんか仕事はなくなる、例えばもう、それによって、もう家族を失う方もいる、なんか、
今まで自分がこのな、平和の中で生きてきたことが、次の日には、本当次の瞬間からはそれがガラッと変わってしまうっていうところですかね。そう。はい。そっか。じゃあ、今のこの時代っていうか、今のこの日常っていうのが、まあよく極楽とんぼの加藤じゃないですけど、当たり前じゃねえからな、みたいな、そんな感まじっさていに。う感じですかね。そうです。もう本当に普通とか平和なこの当たり前のこの当たり前って本当に当たり前じゃないっていうふうに思います。なるほど。いや、では、じゃあちょっとね、CM を挟んで、その今世界の、日本では当たり前だけど、その世界では当たり前じゃないよっていうふうな、またこのね、IBM さんを実際辞められた後に、ね、どんな流れになっていくかっていうことが、これがまた面白いんですよね。ちょっとその辺をね、また、皆さんにお聞きしたいなと思っております。じゃあ一旦、前半こんな感じで、締めさせていただいて CM に入ろうと思います。ありがとうございありがます。とうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい。では皆さんね、CM 聞いていただきましてありがとうございます。本日のゲスト、改めましてですね、コンテンティの長浜千奈さんと、さあね、まだ後ろの下着の話は出てこないと。いつ出てくるんだというね、男性の方、もしくは女性の方ですね、なんだしょうと、そのフルオーダーの下着のことをね、聞きたいと思いますけど、まあもうちょっと、掘り下げてというか、その前のお話を、の、また壮絶な話もお聞きしたいなと思うんですけど、さあ、その IBM を、ね、いろいろあったと思いますけど、ね、山一証券の高騰さんがあり、そして桜銀行のそのシステム開発にも携われたんですよね。はい、そうです、そうです。はい、そこでまた、さっきの話もあると思いますけど、システムをこう作ったら、どんな感じになってったんですか？ですね。まあ、システムができると、まず4000人ぐらいをリストラ。リストラ ?4000 人。そうなんですね。システムがある程度開発されたら、まあ、4000人の銀行員が、解雇されるっていうのを、目の当たりにして、そう、開発して4000人リストラされて、で、まだ、まあ、システムは途中でもこれだけリストラされるっていうところで、で、まあ、今から、まあ、なんだろう。まあ、毎朝、私も新聞毎朝必ず読んでたので、毎朝の新聞になんか桜銀行のことが書かれて、記事が書かれていたり、まあ、それによって自殺する方がいたりとかっていうのを見て、もうなんかすごい、なんかもう苦しい気持ちでしたね、その時は。いや、そうですよね。だってなんか自分が携わってね、作ったものによって、まあ、リストラもそうでしょうけど、ね、それによって自殺ってなると。苦しいですね。もう、ね、本当に、私のちょうど親世代の方なんですね。そのリストラに会っている方たちっていうのが、やっぱりなんか、やっぱり苦しくなりますよね。本当にそれが。まあ、自分の家族、ね、家庭で起きるとかっていうふうに思ってしまうと、なんか、はい。しかも、あれじゃないですか。その沖縄って、
僕もね、今沖縄にと、関西と2拠点生活にして今2年ですけど、やっぱり沖縄ってやっぱ家族の方とか、親族をこうすごいつながりをこう大事にしたりとか、沖縄戦線があったからってこともあると思いますけど、なんかその命っていうことに関してっていうのはすごいこう感じられるところっていうのが多いなっていうふうなことはすごい印象があるのと、あとはお聞きしますけど、琉球気学とかそっちの易学とかっていうのも、そうです学んでいね。らっしゃったりとか、ご親族の方に豊かいらっしゃったりとか。そうですね。はい。っていうことで、なんかやっぱりこう感じるものっていうか、感受性が強い方なんですか？感受性。いや、私はどちらかというと、見えないものよりも見える方を信じるので、多分それで、その IT とかも01の世界なので、イエスノーの世界なので、そっちの方に多分興味があって、見えない世界の方が、嘘、怪しいとかっていう風な目で、どちらかというと見ていたんじゃないかなと思います。ただ、この琉球、疫学とか気学に関しては、統計学なので、ちゃんと、統計学としての学問であって、答えが出てくるものなので、それで、これだったらちょっと昔、祖父に教わった内容と、言ってる、伝えられたことと、この、統計学ってすごいマッチするなっていうところから、そういうところに関心が、納得ができたっていうところで、学び始めました。いや、なんで、あれなんですよ。僕もね、動物占いとか、帝王学とか、陰陽五行とか、いろいろこう勉強したりとかっていうふうな中で、ね、あれなんですよね。占い、動物占いっていうのとか、なんですか、気学、数秘とかさ、九紫火星とか、なんか、九星気学とか、あんなってなんか、占いとか、なんか怪しいみたいな、スピ系みたいな感じで思いますけど、ちょっと違いますもんね。ちょっと違いますね。統計学なので、もう本当に7割の統計、統計学として7割はもうこうだよっていうふうに出ていて、それでも3割は、その人の心の持ちようだったり、生き方とか、環境とかですごく左右されるっていう。ただ、右か左か迷った時には、その、あの、が、まあ、せっかくね、学問として、作られたものを活用、ね、し、あの、し、した方がいいんじゃないかっていうところで、すごい私はすごいそれが、右か左か迷った時に、あと、いい方向を選ぶ時の、道しるべとして、すごく活用するのにいいと思ってます。なるほど。いや、僕がちょっと振ったのでね、いきなりこう、こっちの方の話になりましたけど、ちょっと話戻しますね。ごめんなさい。これまたちょっと話聞きたいですね。聞きたいんですけど、さあ、IBM をね、いろいろその桜銀行さんとかのいろいろがあって、心苦しくなって、で、1年ぐらいで辞められたんですかね。そうですね、はい、そうで、ですね。その後、なんか、その後の流れというか、その後の、皆さん教えていただきたいんですけど。その後は、タイミングがあって、結婚することになり、結婚したら、その夫が転勤が結構多い、お仕事だったので、大阪とか福岡とか横浜とかで、子育てしながら、そこで、お仕事もしながら、子育てもしながら、地域をすごい楽しみながらっていう生活をしていました。なるほど。時どうぞ。に、横浜で最初にこの、横浜 YMCA っていう会社、YMCA いたんすか？そうなんですよ。でも、この地域の地区センターっていうところで、どちらかというと、国際交流とか、あと地域、もうなんだろう、地域を作り上げるそういう活動、地域をつなげる活動とか、そういうイベントの企画とか、そういう、東日本大震災の、イベントとか、海外で、大地震があったら、そこの支援活動とか、そういう仕事を、6、7年ぐらいしてましたかね、していて。じゃあ24ぐらいから6、7年、30ぐらい。その間も結構いろいろ、大阪で、少し、パソコンを教えるとか、それぞれちょっとずついろんなことはしながら、夫の転勤に、合わせながらの働き方ではあったの。横浜に行った時に、がっつり国際交流みたいな、その地域活動支援みたいなのと出会ったっていう。いや、僕もね、大阪に山口から出てた時に、YMCA で子供にサッカーを3ヶ月、半年だけ教えてました。
はい、あ、そうですか。なんかね、教えてたんですけど、僕、鬼軍曹でね、人気なかったんですよ、当時先生。でもすごい、すごい基礎しっかり教えて、私、なんか YMCA のサッカーすごくいいなと思ってましたよ。そうはですい、か。いや、そんな YMC も実際こうやって経験されてから、ね、またこう世界にって話のなんかお仕事を疲れてらっしゃることにも実はつながったんじゃないですそうか。ですね。そして、沖縄に10年ぐらい前に戻ってきて、で、そこで、JICA の方で5年ぐらいお勤めさせていただいて、で、それはでも、総務の方だったので、どちらかというと、事務、まあ、サポート側ですね、に入ってお仕事をして、その後に、まあ、現在も、勤めさせていただいている青年海外協力協会の方で、青年海外協力協会。に、今も、半日は、おそ仕ち事らされてらっしゃる。から、そうです、そうです、なるほど。じゃあ、ちょっと JICA って分かんない方もいらっしゃると思うんで、JICA ってどんなことをする団体なんですか？まあ、日本国政府が、海外の途上国に、まあ、なんだろう、支援するというか、この日本って武器を持たない国なので、もう簡単、わかりやすく、誰でもわかりやすく説明すると、武器を持たない国なので、まあ、海外にいっぱい親日派を作るっていう、海外の、まあ、途上国とかに技術協力だったり、資金協力とかをして、で、それで、友好関係を作るっていう、その、ことを政府、感動してやっやってているると。仕事、です。なるほど。そうですよね。だって、フィリピン、マレーシア、インドとか、インドネシアとかってね、結構すごい親日国ですもんね、そうで確すね、トルコとかもそうですし、か。トルコもそうですよね。はい。そう。この前僕インド行った時も、インドに行ったんですけど、テッドに出るとか登壇って話の中で行ったんですけど、その時、あれでしたもん、インドのビザを実際取るのも、日本と、これちょっと違うかもしれないですけど、日本と、インドのその交流を実際こうするために、ビザ、を、E ビザ実際取っても1年間は1回取ると、まあ全然有効なんですって、何回出ても入ったりだとか。すごいなんか日本の方からインドのこういろいろ助けてもらったんだとか、コロナの云々だとかで支援してもらったんだとか、だからインドだけじゃなかったとしても、東南アジアさっきよく行く機会が多くて、やっぱいろいろお聞きしますもんね、なんか、そう学です校ね。とかね。スリランカとかも、すごい親日派だと思います。そうですよね。いや、そっか、そんな JICA で働いてらっしゃって、で、そしてですよ。JICA で働いてて、なんかどんなことをこう感じることがあったりとかってされたんですか？なんかターニングポイントがあターるニングポインんですト。けど。なるほど。任せます、任せます。そうですね。これは今の仕事につながるターニングポイント。どっちでもいいです。全然。します。まあ、そうですね。本当に、そこで仕事をさせていただいているときって、本当にもう、すごい国のことを考えて、すごい熱い思いで、海外に支援しようっていう気持ちで働いている、すごい、とにかく、内容が結構広いので、まあ、一言ではもうこの短い時間ではお伝えできないんですけれども、すごいいい職場環境だったなって思っています。で、その中で、ただ私は本当に総務の裏方で毎日デスクワークだったので、すごいデスクワークをしながら、すごいこの周りのすごい、環境を見ながら、すごいこれが私のモチベーションにもなって、すごいいい職場で、仕事させていただいて、すごく感謝して、すごいメンバーにも恵まれていて、すごい素敵な人たちとの出会いがたくさんあったんですけれども、私自身がそこで、なんか呼吸が浅くなっているなっていうことに気づいたんですね。やっぱり毎日デスごクワー自ク。身。毎日デスクワークで、まあ、長時間同じ姿勢で、で、パソコンに向かって、もう肩も凝っていたりとか、あと、私、体がすごい歪みがあったんですよね。歪みがあるのに、なんだろう、ちょっと、カチッとした下着をつけてたりとかっていうこともあって、なんだろう、むくみとか冷えとか、あと、呼吸がすごい浅くなってしまっていて、で、あと、仕事がすごく忙しくなると、すごい笑顔が消えて、どんどん消えてしまう。まあ、私、本来すごい笑顔の人なんですけれども、すごいなんだろう、自分に余裕がなくなってしまうと、本当に、笑顔も出なくなってしまうっていう。だから、すごい、遠、なんだろう、遠、なんだろう、す、あの、海外の、もうこの、
と日本をつなぐ仕事のそういう環境の中で働かせていただいてるってすごい嬉しかったんですけれども、でも私が本来やっていきたい道って何だろうってすごい考えるようになったんですね。なるほど。そうそう、仕事で忙しくなっていくと結構あの家庭でも笑顔が消えてたりして、すごいとにかく忙しいお母さんみたいな、なんかそういう、なんだろう、もう本当に日々の生活に追われるような、やることはやっているんだけれども、なんか本来、もっと大事なことを忘れてないかいっていう風な、なんか自分への問いがそこで生まれたっていう。はい。で、それで、そう。で、周りを見ても、なんだろう、すごい、いいメンバーでお仕事させていただいているけれども、やっぱ呼吸が浅くなっている人が結構いるなっていう風に感じましたね。忙しい時にはもうみんなやっぱり笑顔も消えるし、なんかそう、本来この国と国の平和に向けての、豊かさに向けてのそのお仕事が自分の心と体の健康は一体どうなってるんだろうっていう、なんかちょっとした疑問が私の中に、はい、そこで。はい、そこからの、そう、なんかもっと自分が、を心も体も豊かにしていったら、笑顔も出て、それこそが平和につながるんじゃないかなっていう、私ができる、なんだろう、平和活動は何だろうと思ったら、自分を、整えていく。それを、自分の笑顔がまた周りに連鎖されていくっていうのが、すごい平和につながるんじゃないかなっていうふうに考え、はい、始めました。そっか。呼吸が浅くなる。僕もね、熊本で整体やってもらってる方に言われるんですよ。だれさん、呼吸浅いっすねって言われるんですけど、呼吸が浅くなるとね、やっぱりその、まあ、ロングブレスのもあると思いますし、ね、大きく吸って、そのお腹の丹田のところに実際入れていって、はい、深くゆっくりこう吐いていくっていうことにあって、やっぱ気持ちも落ち着きますし、で、やっぱ重心が下にしっかりこうあるので、やっぱりこうなんかどしっと気持ちの中でも思いますけど、けど何かそのうまくいってない時とか心配事があったりすると、やばいな、どうしようかなみたいな感じになりますもんね。そう、そうなんですよね。なんかしっかり呼吸するっていうのを忘れがちになってしまうんですよね。もう頭とか、ね、体も疲れて頭もいっぱいいっぱいになると。なるほど。いや、そうなんですよ。そう、そんなところからね、次のその、体調崩されてっていうようなことに実際になるんですけど、そこから崩してからどういうふうに、こう、今、千夏さんがね、今どう見ても伝えよう、この失礼ですけど、元気で、デートビジネスも実際されて、生き生きとされてらっしゃると思うんですけど、そこからどういうふうに変わっていったのかっていうことをお聞きしたいなと思うんですけど、その、一旦ね、中盤こちらの方で終わっていこうと思うんですが、千夏さんがその、一歩踏み出すような音楽、ね、なんかそれも実際紹介していただいて、はい、それを聞きながら一旦、皆さんに、整えていただければなと思いますけど、さあその千夏さんの一歩前の音楽のご紹介していただければありがたいなと思います。はい、チャーリー・プースさんのワンコールアウェイ、はい、とてもおすすめです。はい、じゃあ一旦お聞きください。皆さんありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊豆治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソー、
クワン草は安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さんお聞きいただきました。チャーリープースさんのワンコールアウェイという音楽をね、お聞きいただきまして、はい、さあこちらは今日のゲストのですね、長濱千夏さんの方からのリクエストだったんですけど、これ千夏さんにとってはどんな音楽なんですか？この歌詞の中に僕がいるから君は一人じゃないんだとか、あと、うん、手を差し伸べるから、まあ、チャンスをつかんでっていう歌詞が入っているんですね。なんかそれを聞くと、なんだろう、まあ、人間関係でも、なんか、この人ともっと仲良くなりたいのにの一歩に飛び込む、うんうん。で、仕事でも、やりたいけど、やりたいけど、どうしよう、どうしようって言ってるときに、この、待って、なんだ、向こうはもう待ってるからおいでって、君の一歩を待ってるよっていう、そういう曲だったりとかっていう、うん、まあなんか仕事だったり人間関係だったり人生に置き換えることができて、私はすごいそれが、私のやる気とか原動力とか、そういうのにすごく、すごく、力を与えてくれる、すごい素敵な音楽って感じてます。ああ、これってって言ったらですけど、僕どちらかというと洋楽よりも邦楽の方ずっと聞いて育ったんですけど、はい、なんか何で知ったんですか？あ、そうですね。私の、子供たちからすごいお母さんにすごいおすすめの曲っていう風に、まあ、いろんな今流行りの曲を聞くんですね。まあでもこの曲、うん、結構前のもだいぶちょっと前の曲になっているんですけれども、確か子供たちもその時、まあ、受験とかいろん受験の子がいたりとかっていう、もことですごいなんかみんなが兄弟揃って、まあ、4人の子がいるんですけれども、4人の子がすごい好きだった曲で、私も聴いてすごい素敵な音だなっていうところと、すごい歌詞もすごい素敵だなっていうところで、はい、何かあると朝ドライブしながらこの曲聴いてます。今もです、はい、4人もお子さんいるんですね。はい、4人います。すごいな、はい、元気な子たちが、まあ、みんな元気ですごい自分の、はい、道を進んでます。素晴らしい。じゃあそのお子さんから教えていただいたね、チャーリー・フープさんのワンコーラウェイを皆さんお聞きいただいたんですけども、さあそこから体調がねちょっと悪くなって呼吸が浅くなってのところから、今なぜフルオーダー下着専門店にこうなっているのかなんですけど、呼吸が浅いから下着っていうのって、こうちょっと僕はあんまりこう共通点があんまりこう、うん、つながんなくって、はい、で、なんですけども、まあ、もちろんそれがあるから、ね、私がこう、笑顔になったうんぬんっていうようなことによって、人にこう、実際影響を与えるであったり、ことにつながっていったと思うんですけど、ちょっとその辺からの、今のお仕事につながるようなことであったりとかっていうのをしていただきたいなと思うんですけど、はい。はい。この体調が、呼吸が浅くなった時に、よく、マッサージとか、整体に行き出したんですね。で、その時に、ね、うんうん、そうそう、知り合いの整体の方が、骨格矯正をしてく、見てくれる方が、すごい私が結構きつめの下着を着ていたので、うんうんうん、まずこの体にすごいねじれたような歪みがあるのに、こんなに体をカチカチに締め付けたら、もっと歪みが悪化するよって言われて、まずこれを取ってみたら、取ったら、すごい血流も良くなるし、冷えとか肩こりとかも、緩和されると思うから、まず一週間、もうなんか、これじゃないゆるゆるのもの着てみたらっていうことで、まあ、それに切り替えたら、確かに呼吸の浅かったのが、すごい深く深呼吸ができるようになったんですよね。うんうん、あれ、不思議っていうことで、でも、そうか、それで下着ってすごい大事なんだなって、まず感じました。で、私、毎日ゆるゆるの下着を着てると、まあ、体って重力とともに下に下がってくるので、なんかどんどんなんか、なんだろう。ちょっと体、なんか体がつきも、ちょっともう、なんだろう、中年のおばさんみたいな体型になっていく。おっぱいとか下がっちゃったりとか。そうなんですよ。うん、もうお尻とかも。あ、ちょっと、うんうん、でも、ある程度の支えてほしいなとか。うん、あと、子宮もですね、下の方になんか下がってる感じがして、結構、婦人科系とかにも行き出してたので、うん、いやちょっと内臓を、まずちょっと、元の位置に戻したいなっていうところに、まあ、ちゃんとした下着は着たいけれども、締め付けない、苦しくないものが欲しいなって思ってたんですよ。うん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 、で、その時に、昔私が24、5ぐらいの時に着ていた、まあ、そこから15年ぐらい確か着てたと思うんですけれども、うん、下着を思い出して、あ、そういえばその下着が、なんだろう、カップの裏面の方とかも綿 100% で、肌の
弱い私でも着心地よくつけられる下着があって、うん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 、でなおかつちょっと補正力もある、うん、でリペアもできるっていう、なんかすごいいい下着があったので、まあ、会社に連絡をしてみたら、まあ、その会社自体もなくなってしまっていたけれども、うん、なんか工場だけは残ってたんですよ。で、たまたま工場の方と、うん、お話しすることができて、でもすごいこの下着が好きでって、沖縄で買いたいけどっていう話をしたら、まあ、沖縄にはないんだよね、お店がっていうところで、まあ、来てもらわないといけないから、まあどうしてもこっちに来るって、来て買うのは難しいよねっていう話だったんですね。でもすごい好きだから、なんか沖縄で誰かやる人いないんですかとかっていう話をしたら、いや、いないよねっていう話になって、うんうんうん、じゃあ私やっていいですかっていう話になって。すごいな。はい、はい。で、そうそう、どうしてもなんかそれを着たかったんですよ。その時を、うんうん。で、じゃあ工場に来てみるっていう話から、あ、もう行きますってことですぐに工場に飛んで見に行って、あ、なんかやっぱりいいなっていう。この工場の、まあ、社長さんだったり、工場長さんだったり、そこでお仕事されている人たちがすごい素敵だなと思って、うんうん、あ、なんかすごく大手の下着だと、もう今、もともと大手の下着を作っていた老舗の下着工場、縫製工場なんですけれども、あ、なるほど、うん、大手さんはもうどんどんコストを抑えるために海外の工場に流れていくって、でもっていう話もいろいろ聞いて、でも品質とかも私もすごいいいのも私が見て感じていて、うん、で、日本の技術が日本の中で守られていないんだなっていうことにすごい寂しくなって、うんうん、適正価格でちゃんといいものをこんなに提供しようとしている工場があるのに、それがなんか広がっていないっていうのがすごいもったいないなっていうふうに感じたんですよね、うんうん、で、今の時代ってすごいSDGs とかって言ってサスティナブルとかいろいろね、歌ってるじゃないですか、はいはい、もうまさにこの工場って何十年も前からリペアができるっていうところで、それこそサスティナブルじゃないのって私はすごい思って、うんうんうん、はい、なんかすごい素敵だなっていう、ただのものづくりじゃなくて、本当にこの着る人のことを、うん、しっかり考えてものづくりしているなっていうところにすごい私が惚れ込んで、で、それでこれを沖縄に持ってきたいと思って、で、生地とかレースも全部この好みで選べるんですね。私の後ろに見えてるこれ生地のパターンだったりするんですけれども、うんうん、生地とレースがもう本当に自分の好きなように選べるので、うん、すごい可愛い下着が着たい人は可愛いレースを選んで配色してもらえるのと、あと、うん、まあ、今ジェンダーですごいどちらかというと、いや、レースとかよりももっとなんかシンプルなのが好きだよっていう方は、うんうん、レースなしで生地と生地だけの組み合わせでオリジナルが作れたりっていうところもすごい面白いなと思ったんですよ、うんうんうん、で、私娘4人の子のうち娘は2人なので、それぞれ個性が違うんですね、はい、で、1人はすごい可愛いのが好きなタイプ、もう1人はすごいボーイッシュな感じなので、もうこの2人を見ていて、この2人でもなんか着れるような下着、うん、あ、これいいじゃないっていうところから、あ、もうすごいこの下着って本当に体、自分のその体の悩みに合わせて、ここはこうしてほしいとかっていう微調ができたりとか、うん、カップは、まあ、小さくてもいいけどアンダーは広くとか、うん、補正機能はあるけれども自分の着心地のいいところで作れるっていうのがすごい素敵だなと思って。なるほど。じゃあ沖縄で、はい、女性じゃないのでちょっとわかんないですけど、なんかどうもやっぱ強制ってやっぱキュッとしてるような、なんか締めるみたいなイメージもありますし、はい、そうじゃなかったらね、おっしゃっていただいたように、なんか、さらしまくんですかみたいな、ゆるいさらしまくんですかみたいなっていう、なんかふわっとしてるような感じのイメージあるんですけど、まあそれも違うし、ちゃんと支えるし、ちゃんと整えるし、で、その締め付けるわけじゃなくて体に合わせた感じだし、まあ、はい、素材感も実際綿であったりし、リペアもできるしっていう、うん、いいとこ取りですね。あ、いいところなんですよ。本当にいいんですよ。それを、そう、面白くて、しかも、ね、うん、自分に合う色ってあるじゃないですか。うんうんうん、色。あと、まあ、気学的に言っても、ラッキーカラーとかっていうのもあったり、うん、あと、パーソナルカラーとか、自分に合う色とか配色とかもありますよね。うん、そういうものを、身につけ、ま、なんだろう、毎日着るものなので、それで、うん、いい気を入れるっていう意味でも、すごい私のなんか学んできた気学とすごい合った、合っ
相性が良くて。で、そう、パワーストーンとかを手につけている方とかも沖縄結構多いので、やっぱりそれだけ、開運とか、すごい元気になるとか、自分をいいところに持っていくっていう意識がすごい高いと思っているんですね。そう、それに毎日つける下着にもそういういいものを取り入れたらいいんじゃないかっていうところで、これを いや、そう始めですね。いや、僕もその、ね、九星気がもちろんわかるので、僕って一泊水星、九紫火星、六泊金星なんですよ。で、一、九、六なんで、まあ、言ったら、ね、その、一泊白ですし、九紫火星ですし、で、九紫なんで紫も実際あるとは思いますし、まあ、そこの分のも合わせるし、まあ、パーソナルカラーは、ね、うちの師匠の田村かはるが、実際師匠としてしてますし、僕も、一応やることは実際できるんですけど、まあ、同じ赤でもね、ただそのチャクラの、色がその、まあ、子宮とか股間とかのところで実際そこのチャクラの色が赤とかで実際あったりしますけど、バーガーディの赤とやっぱ朱色の赤ってやっぱ違うし、で、そんなことっていうのもなんかね、この前ご案内しましたけど、まあ、うちのカハルが、うちのカハルじゃない、カハル師匠が、今度またお越しになられるので沖縄で、で、そこも逆にね、合わせて、気学も合わせて、で、そして、その、ね、女性の方って言ったらあれですけど、皆さんが自信持ってできるような、身につけるだけで、やっぱりなんか、ね、なんか違和感あったりとか、逆にプラスになったりとか、そんなことが特に、で、僕らは下着って言ってもパンツだけなんで、パンツだけでも違うんですから、女性ってやっぱね、胸を実際覆ってるところもあるし、心臓を覆ってるところもあるから、やっぱ違うんだろうなって、思いますもんね、その辺も合わせて。そうですね。もう本当支えてくれるので、楽です。着心地がいいのに、なんだろう、すごく楽ですね。ちゃんと定位置に、支えてくれると、すごいなんか、同じ1キロでも、すごい違うように感じたりっていう、体のどこに負担を、あのに、あの、この力を分散させるかとか、そういうのもすごく下着って、すごい大事な機能なんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。なるほど。なんかでもあれですよね。そのなんか、お勉強会ね、ご紹介いただいた田原さんと一緒にこうされた勉強会の中で、何かコンテストがあって、なんか優勝とかされたんじゃなかったでしたっけ？そうですね。コザ信用金庫さんの、創業スクールの第8期生で、参加さ、あの、受講させていただいていて、で、もちろん下着の仕事をしてみたいなっていうのもあって、まあ、起業ってそんな、のことを学ぶ機会っていうのがなかったので、コザ、信用金庫さんの創業スクールですごい、内容がすごい、いろんな専門家の方が講師として、それぞれの専門分野を教えてくれる、まあ、3ヶ月ぐらいの、勉強会なんですが、それを通して、その田原講師とも出会ったんですね。で、そこの中で、ビジネスプランの発表があって、それで、私のこのビジネスプランが、その8期の中で最優秀賞を受賞っていうことになって、すごいもうびっくりでありがたいですけれども、すごいなんか今の時代とか、思いとかとも、すごいちょっとあったのかなっていうのと、私がちょっと半分ふざけたプレゼンテーションしたので、ちょっと気が楽にやってたっていうのもあって、なんかそこがすごいこの楽な感じが伝わってくれたのかなとか、ちょっと、そんな感じでした。なるほど。いや、だし、新聞にもね、実際取り上げられて、ありがたいです。なんかこれからどんどんこう、進んでいかれそうなのが、もう、まあ、目に見えてこう、わかるんですけど、ありがたまあ、いそでのす。中で、千夏さんが、まあ、大事にしてらっしゃるというか、これからね、どういうふうになっていきたいのかっていうようなこともお聞きしたいなと思うんですけど、どういうふうにこう、していきたいとか、思いとかあったりされるんですか？私自身が、目の前のことにいっぱいになっているときって、すごく、どんなにいいことをしていても、なんかそれが、なんか広がらないというか、伝わらないというか、逆にそれが悪循環になってしまう可能性があったんですね。じゃなくて、この一人一人がすごく、もう本当にその人らしい心の底から、すごい楽しいっていう毎日を送ってほしいなと思っていて、それが、それぞれが幸せだなって感じることって本当に連鎖されていくので、幸せな人の周りには幸せな本当に人が集まってくるし、もう幸せってすごい無限に広がることもできるので、自分を大切に、人がなって、自分をまず大事にしていくこと、そして自分の心の中にすごい、
笑顔になれるゆとりがあるっていうのがすごい平和につながるって私は思っているので、それのお手伝いの一つとして、この下着も、まあ、手段として、広がったらいいなっていうふうには思っています。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ最後にですね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、この番組に関しては一歩前に踏み出せない、そのね、リスナーさんに一歩前に踏み出すきっかけにしていただければと思うんですけど、まあ、そんな方に、千田さんがお伝えされる、することがあるとするならどんなことでしょう？本当にさっきのチャーリー・プースさんの曲じゃないですけれども、本当にチャンスって目の前にすごいたくさんあって、本当に待っていると思うんですよ。その待っているところに自分がこの一歩を出すか出さないかで、このチャンスに近づくか近づかないか、この一歩って出してみたら、結構もう本当に、出してくれてありがとう、待ってたよ、喜んでるよっていう方の方がすごくたくさんいると思うので、その一歩を出してほしいなと思うし、またなんかすごい不安なものを見れば不安になるけれども、不安じゃないものを見れば不安じゃない、同じ立ち位置にいても見えてる世界って全然違うと思うので、そう、今見えているものがすごい楽しいものだったらそこにどんどん目を向けていけばいいし、今見えてる世界がちょっと楽しくないなと思うものだったら、ちょっとだけ立ち位置変えて見てみると、すごいいい世界が見えるんじゃないかなって私は思っています。素晴らしい。いや、なんかいろんな経験をされたからこそね、出る言葉なんじゃないかなと思いますし、フルオーダー下着専門店をね、実際やられて、これからどんどんね、皆さんを、まあ、元気にされていく、長濱千夏さんだと僕は実際思いますので、これからもね、活躍を本当に、楽しみにしております。ありがとうございます、千夏さん。今日はいろいろお話をお聞きしていただいて、またですね、笑ってもいいとも方式なので、またこれご紹介どなたかをいただいてですね、で、またその方も、ご紹介させていただければと思います。千夏さん、今日は本当にありがとうございましありがた。とうございます。はい、フルオーありがダーとう下ご着ざい専ま門す。店、コンテンツの長濱千夏さんでした。ありがとうございありがとうございます。ます。はい、じゃあ皆さん、また良い、来週、明日からお仕事頑張ってください。はい、バイバありがーイ。とうございます。